主人であるお前を排除すればこの目障りな群れもいなくなるのか。そのまま動くな。ジェノスです、埼玉先生。質問に答えるか、このまま消滅するか選べ。お願いします。見ない顔だな。俺にはこれしかないからだ。叙勲の話が出て騎士になった。俺を笑っていたのか。そんな顔して剣なんて握ってるんじゃねえ。剣を振るうってこと、刃の鋼の美しさを舐めるなよ。2年1組のあずさ川作太です。なあ、国見はバニーガール好きか。桜島先輩のことを見えてるよな。だったらそれも言わないでほしかった。出なくていいんですか。名前覚えててくれたんですね。スマホを持ってないんで。今日もどこかで野生のバニーガールをするつもりだったんですか。レシプロバースト、エンジン停止まで約10秒。その間に決める。もう間違いない。ただでさえ遊泳が大変な時だぞ。君らの行動の責任は誰が取るのか。俺は学級委員長だ。クラスメートを心配するんだ。右から、ラテン語呪術、英語呪術、日本語呪術、情報だ。こいやこれ。一ノ瀬中佐、説明してもらいましょうか。お前とは腕が違うんだよ。で、こんなとこで何してんだ。何やってる。言う、集中しろ。知ってることしかわからねえや。爆弾とは景気がいいな。おい、何言ってんだお前。まだ始まってねえのかよ。俺はただ真犯人の顔を拝みたかっただけだよ。あいつ、あいつにメガネ。青木王は父上の仇だ。お前さ、どうやったら通学で道に迷えんだよ。寝ぼけてんのか。卵コロッケサンドにしようぜ。放課後カフェ行かね。天井の木組みがいいね。今日もカフェ行かね。あいつ今日は普通だな。任せとけ。でも飯おごれよ。俺泣いて兄ちゃん。それは腹持ちが悪そうだ。もしもし、お疲れ様です。ええ、彼女ですか。今一緒にいます。はい、彼女はルックスも一流です。千鶴ちゃん知り合い。俺時間だ、行かなきゃ撮影が。あれは知り合いの演出家に千鶴ちゃんのことをおすすめしてただけだよ。こいつら何者だ。何を喋ってる。こいつら機密服を着てないんだぞ。手持ちの酸素は温存したいからな。何なんだ、ここは一体どこなんだ。何がどうなってるんだ、チェインバー。重要なのはこの地球が惑星として生きていることだ。ケンチベス、エイドストフェスタースト。俺走るから。別に高野だったらいい。じゃあもし告白とかされたら。そんなことねえよ。高野が人の掃除手伝ってるのとか。あ、そうなんだ、照れるな。気にすんなよ、こういう時一番気使うのって高野の方だもんな。